市政会下道恵子でございます。議長のお許しをいただきましたので、これからの5件の質問をさせていただきます。一問一答でお願いいたします。1番目、勝山市定住化促進事業等に伴う住宅補助について。2番目、高齢者のシェアハウスについて。3番目、小中学校の給食費について。4番目、小中学生のインターネット依存について。5番目、越前加賀インバウンド推進機構についてをさせていただきます。では1番目、勝山市定住化促進事業等に伴う住宅補助について、昨年、空き家情報バンク拡充ということで、市の宅地建物取引業協議会と連携協定をしていただきました。おかげで空き家情報バンクも最初2件しかなかったのが、今年に入ってからは5月時点で15件とどんどん増えておりまして、中には契約成立という表示も出ていたりしています。勝山市へ転入したい方がホームページで一旦物件を探し、そこから問い合わせをして契約にまで行くという流れができたのではと喜んでいます。そして今年度は UI ターン社空き家住まい支援事業として、空き家情報バンク登録物件を取得するという条件のもと、定住化促進事業の現行制度50万に上乗せし、さらに50万の補助が出るようになりました。これは他市と比べてみましても多い金額になっております。多世帯近居推進事業や多世帯同居推進事業も拡充され、大いに進歩したので今後の展開が期待されます。しかしここで一つ、対象者について年齢条件が少し厳しいのではというご意見を耳にいたしました。定住化促進事業には市民の場合ですね、在住市民の場合40歳以下という年齢条件があります。こんなにいい制度があるのに年齢条件が合わなくて利用できないとなると、宝の持ち腐れになるのではないかとの心配を持ちまして、ちょっと詳しくお聞きしました。実は私が今まで相談に乗った方ですが、ある1名の方ですね、36歳の時に転入してきました。すぐには家を建てるお金ができなくて、5年経ち41歳になってしまい、そこで家を建てられたんですけども、もうちょっとのところでもう一応市民としてもう5年経ってしまったんですね。ちょっとのところで補助が得られなかったと残念がっていたのを思い出したわけです。転入して2年以上経ってしまったので、今言いました、今度は在住市民としての条件である40歳を超えてしまったということですね。こんな方にとっては40歳以下というのはちょっと厳しいのではとのご意見でした。それでこの年齢条件の引き上げを検討することはできないのか、市の見解を伺います。次に、お試し移住や移住相談、田舎暮らし体験などの対応する課が分散していることについて、相談窓口を一本化し、ワンストップで対応できる部署ができないかどうかお聞きいたします。現在、未来創造課の方で、ホームページに勝山市移住定住支援ポータルサイトを立ち上げてありまして、ここから各課にリンクするようになっています。そこで、1名でもいいので、専任の担当者を置くことにより、問い合わせがあったら、その方のニーズに合った資料を揃え、物件を一緒に見に行き、補助の対象になるなら、その手続きのお手伝いもしてあげる、そこまで踏み込んでお世話することで、誠意が通じるのではないかと思ったのです。せっかく他市より進んだ支援事業政策を取り入れたのですから、これを生かさない手はないです。今以上の成果を上げるために、専任の部署か、担当者を作ると良いのではと思いますが、市の見解をお伺いいたします。1問目いたします。丸山建設部長。勝山市定住化促進事業の年齢条件等につきましてのお答えいたします。勝山市定住化促進
事業は勝山市の定住人口の増加を図るとともに地域の活性化を図るため平成14年度から開始された事業であり、住宅の新築に対し上限100万円、中古住宅の取得に対しては上限50万円、そのリフォーム工事に対し上限50万円、合わせて上限100万円を補助する事業です。加えて今年度より開始した UI ターン社空き家住まい支援事業は市内への定住を促進するとともに空き家の有効活用を図るため UI ターン社へ住宅取得費用、リフォーム費用を補助する事業で、対象者は年齢制限がなく県外から市内へ移住して2年以内の方で、補助金額は空き家情報バンク登録の物件を対象に購入とそのリフォームに対し従前の勝山市定住化促進事業としての100万円補助に加え、新たに国県の補助に72万5千円を含めた100万円を上乗せし、最高200万円を補助するものです。議員ご指摘のとおり、市内在住者については40歳以下の方を補助対象者としておりますが、転入者については年齢制限がありませんが、転入後2年以内という制限があるため、転入後2年を経過された方は市内在住者と同じ扱いとなり、40歳以下の方は対象となりますが、40歳を超えた場合は対象外となります。この2年以内という宣言につきましては、県の UI ターン社空き家住まい支援事業補助金交付要領において UI ターン社の定義を、現に福井県内に住所を有していない者、または県内に住所を有して2年を経過しない者としているためでございます。また定住化促進事業においては、市内在住者は40歳以下の方を対象としているのは喫緊の課題である人口減少の対策の一つとして、若者世代転出の抑制を図ることとしております。具体的には、20代30代の若者が就職結婚等を契機に市外で家を建てるなどし転出することを抑制するため、市内で住宅を取得する場合等に補助を行うものです。議員ご指摘の対象年齢等、制度要件につきましては、今後、利用実績等事業を検証する中、制度の充実を図るため、調査・研究するとともに、今後も当事業の PR に努め、勝山市の定住化人口の増加を図ってまいりたいと存じます。上出総務部長。次に、移住相談窓口の専任部署および担当者を作れないかについてお答えいたします。現在、移住相談窓口は未来創造課が担当しております。移住希望者がお知りになりたい情報は、住むところ、働くところに関する内容ではなく、勝山市の気候、風土、交通、病院、学校、保育園、買い物などの生活全般に関する内容と多岐にわたっております。そのため、あらかじめ関係各課と連携し、移住希望者が知りたい情報や、市の支援策をまとめた移住定住ポータルサイトや移住者向けパンフレットを作成し、窓口にお見えになれない移住希望者の方の問い合わせに対応しております。また、実際に移住を検討している方が窓口に見えた場合には、これまでも例えば住まいの相談であれば、空き家情報バンクの掲載情報、定住化促進事業の支援内容について説明するほか、希望があれば、担当職員が勝山市宅地建物取引業協議会様と連携し、現地物件の見学に同行するなど、きめ細やかな対応を行っています。また、農業等への就業など、より専門的な情報が必要となる場合にも、
担当課の職員を呼んで同席させるなど、相談者にご足労をかけないよう努めるほか、やむを得ず健やか等に行っていただく場合には担当者間で十分な申し送りを行い、相談が二度手間にならないよう可能な限りワンストップでの対応に努めているところです。現在のところ移住に関する相談は年間数件にとどまっていることから、現在の体制での対応が可能と考えており、引き続き移住相談窓口と各関係部局の担当者が情報を共有し、きめ細やかな対応ができるよう努めてまいります。6番。はい、ありがとうございました。勝山市の定住化促進事業そのものが他市よりは拡充されていることは本当に素晴らしいことだと思っております。まあ、その上で、条件としての、在住市民の場合40歳以下としていることについて、もう少し年齢を引き上げていただけたらと思い質問いたしました。まあ、転入してきた方に対しては2年以内であれば年齢制限がなく、何歳であっても補助を受けられる権利があります。しかし私に相談した方にの場合ですが、まあ、県外からこちらへ転入して半年後にやっと就職が決まって、まあ、とても転入後2年以内という条件の時には家を建てるなんて考えもつかなかったそうです。まあ、5年経ってようやくお金もたまり家を建てようとした時には40歳になってしまいましたという、まあこういったケースなんですけれども、他にももしあるんじゃないかなと思いました。で、転入してきた事実は同じなのに何の補助もないというのはやっぱりちょっとその方も腑に落ちないというふうにおっしゃっておりましたので、こういった質問させていただいたわけです。もし今後考えていただけますなら、特別枠的な補助基準をぜひとも検討いただくことをお願いしておきたいと思います。そこから移住相談の窓口につきましては、まあ、現在ワンストップ形式で、未来相続課さんの方とかいろんなみんな連携してやっていただいているところでしたので、安心いたしました。まあ、このようなサービスこそが今求められている来訪者への優しさだと思います。まあ、大変だと思うんですけれども、まあ、親身になって教えてあげたり付き添っていただいたりして、これからも頑張ってやっていただきたいと思います。では2番目、高齢者のシェアハウスについて。健康で長生きすることを目標に、生活習慣病にもならないように、食事にも気を使い、毎日30分ぐらい歩く運動も続けて、80代を迎えた男性の話でこと話をさせていただきます。夫婦水入らずでのんびり暮らすはずが、妻が突然の病気で亡くなってしまい、今は一人住まい。自宅の修繕や冬の屋根の雪下ろしもだんだん身体的につらくなってきました。都会に出た息子はこっちへ来いと言いますけれども、今さら勝山を離れたくないので断ったそうです。近所を見回しますと、同年代では介護施設に入所している人がほとんどで、話し相手がおりません。お隣の地区にはやはり一人住まいの友達がいますが、80歳を機に免許返納してしまったし、足腰が弱ってきたので歩いてまで会いに行くことは億劫です。あと少しの人生、仲の良い高齢者で一緒に助け合って住めたら楽しいだろうなといつも電話で会話していますという、この話は実は昨年市が行った地方創生に関する市民アンケート調査の中にあったご意見を一つ取り出してみました。今後一人住まいで生活するには大変になってきたけれど、施設に入りたくても入れない健康な高齢者の方がますます増えることが予想できます。それでこれからは、高齢者専用のアットホーム的なシェアハウスを考えていくことが必要になっていくのではないかと考えます。シェアハウスとはアパートやマンションとも、またはサービス付き高齢者住宅とも少し違い、まあ、リビングや台所、浴室などを共有し、各住人の個室を確保する共同生活のスタイルです。学生さんや
外国の方が数人で泊まっているシェアハウスは、東京、大阪、名古屋をはじめ各地に点在しています。共有部分が多いので、料金が安いのが人気になっています。まあ、そこで空き家対策としても、普通の家を改修して、高齢者で支え合って生活するシェアハウスにすると良いと思うのです。一人住まいだと、家事も負担になってくるし、もし脳梗塞などで倒れでもしてもすぐに連絡できないという不安がいつも心の片隅にあります。しかし仲の良い 4,5 人ぐらいが集まって暮らせば、そういう問題は解決いたします。そして気の置けない仲間のためにご飯を作ったり、家の修繕をしたり、趣味の作品を作ったりと日々の生きがいもできます。人は誰かのために何かができるということで力が湧き、生きる目標ができる生き物なんだと思うのです。また都会に出た家族の方も安心して勝山市に親を置いておけるのではないでしょうか。こんな高齢者のシェアハウスを考えていくべきだと思いますが、市の見解をお伺いいたします。竹内健康福祉部長。高齢者のシェアハウスについてお答えします。シェアハウスは適度なプライバシーと見守りの中、共同生活を送ることで、一人暮らしの不安や寂しさの解消と、お互いに支え合って過ごすことができるメリットがあり、気の合う仲間が集まり、自発的にシェアハウスで暮らすことは理想的と考えます。高齢者のシェアハウスについては、医療、福祉、民間企業からなる任意団体のケアブレイクかっちゃまにおいても議論しておりますが、課題として勝山市の高齢者にシェアハウスのニーズがあるのか、高齢者が共同生活のルールを受け入れながら自分らしく生活できるのか、介護が必要となった時の対応をどう考えるのかなどが挙げられています。高齢化が進み在宅ケアが推進される中、高齢者の住まいの在り方も検討していく必要がありますが、まず高齢者のニーズがどこにあるのかを知る必要があります。ケアブレイクかっちゃまでは、地方創生加速化交付金事業として高齢者のニーズ調査を実施する予定となっており、住まいについての調査も項目として含まれています。住み慣れた勝山市で高齢者が安心して生活できるよう、官民共同で調査研究していきたいと存じます。6番。高齢者シェアハウスが勝山市でニーズがあるかどうか検証が必要ということですので、今後高齢者の ご意見を聞いていただけたらと思います。実は高齢者ハウスはまだ全国でもこれからという段階で、民間ベースでしか営業しているシェアハウスはないそうです。それでも体は健康で介護保険も使わなくてもいいという、元気な高齢者の方が、一人暮らしが長くなると日々孤独を感じて、またそして一人で暮らしていくには、いつ何があるかわからないという不安のもと、いつでも誰か近くに話し相手がいる共有生活ができたらいいなという、そんな方々のニーズに合わせて作られたそうです。サービス付き高齢者住宅とは違い、家事は分担制で、基本的に自分のことは自分でやり、できないことをお互い助け合いながら自由に暮らします。古民家を改装したというシェアハウスが岐阜県の方にありまして、共同生活の家、花籠という名前なんですけれども、各家族家で大きな家に一人になってしまった女性や、
夫に先立たれ、子供もいなくて一人住まいになった高齢者の女性が共同生活を楽しんでいます。畑仕事もあり、料理、掃除、洗濯の家事も分担制で、日常的に体を動かすことから認知症予防や身体機能の低下予防にもつながっているそうです。そして家族や親族がいない独り身の高齢者になりますと、市営住宅に入りたいときや、例えば病気になって入院するときにも、一番気がかりなことは身元保証人をどうするかということです。そんな問題もこのシェアハウスでは緩和されているようです。家賃も一般の賃貸住宅より安く、老後の蓄えがあまりない方でも住みやすいということでした。そして、共同生活という花籠さんのように古民家を改修して利用することは、空き家対策の一つとしても活用できるのではないかと考えました。都会の一人暮らしの高齢者を呼び込む政策の一つとして、空き家をシェアハウスにして勝山に移り住んでもらい、余っている畑を提供して作物を作ってもらうこともいいと思います。市も現在高齢者の一人暮らし世帯は昨年の統計で1404世帯で、市全体の 13.7% になってきているそうです。ぜひとも、例えば先ほどおっしゃっていただきましたケアブレイク勝山さんの活動の中にも計画に入れていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。続きまして3番目、小中学校の給食費についてをしていただきます。人口減少の問題は勝山市だけでなく、日本全国の深刻な問題になっています。中には人口が増えないのは女性が子ども2人以上産まないとダメだというような、女性を圧迫するようなご意見まで出てきてニュースになりました。これは実に暴言と言っても過言ではありません。心から欲しくてもできない方もいるのです。福井県の人口の動向のまとめの中に、一人も産まないか、一人しか産まない理由として、とても多かったのは、子育てにお金がかかるからでした。福井県は、一人当たりの賃金が全国レベルと比べて低いこともあります。さらに女性賃金は特に低くなっている傾向もあるようです。全部とは言いませんけれども、そういった傾向があります。で、子育てと介護が重なっている家庭では、仕事を辞めざるを得ない状況も聞いております。けれども、仕事を続けたいと考えて、子どもを産まなくなるということも実際にはあるようです。そこで今回は、子育てにお金のかかる問題の一つ、給食費の問題を取り上げてみました。小学校、中学校は、義務教育でありながら給食費だけは別収金になっています。ある小学校の費用を参考にいたします。聞いてみました。給食費は1食250円で月4800円でした。ただしこれにまだ学級費1800円が加算されまして、合計6600円毎月かかります。そして 6年生になりますと、修学旅行費として別途1000円の加算があります。1子だけならこれだけですが、3子いれば月約2万円ほどかかるのです。また別に年会費として、PTA 会費が3500円、これも加算されます。このように考えますと、給食費だけでも援助してあげられたら良いのではと思ったのです。例えば給食費の全額とは言いません。半額でも負担を軽くしてあげられないかと、試算してみました。勝山市の小学校の人数は、昨年で27年度で1118名、中学校が581名でした。合計1699になりますけれども、計算上1700として計算してみました。1人月4800円の半額、2400円。かける9ヶ月分ですね、休みとかありまして、9ヶ月分で2万1600円かける1700名として、3672万円です。この金額だけ聞くと高いようですけれども、少しでも家庭の負担が軽くなり、子どもは1人だけとしていた家庭でも、2子3子を産みたいと考え直してくれるかもしれません。
まあ、そう考えますと将来に向けて生きた援助金となることだと想像できます。給食費の半額免除について市の見解をお伺いいたします。教務教育部長。小中学校の給食費についてお答えいたします。現在小学校の給食はそれぞれの学校で給食を作る自校方式で、中学校の給食は外部委託方式を取っております。平成28年度小学校の児童の食数は1116食、中学校の生徒の食数は575食で、日々おいしい給食、喜ばれる給食作りに取り組んでおります。平成27年度に勝山市が負担した給食にかかる費用は、校内の給食移動用の運搬車、冷蔵庫、洗浄機、配膳台などの大型備品と消耗品の購入、それに伴う修繕料、給食室の修繕工事、光熱水費、人件費で約1億5000万円ほどかかっております。さらに、中学校では生徒一食につきまして、194円を補助しておりまして、年間約2000万円余りの助成となっております。また、保護者負担の総額は、小中学校合わせて約7900万円ほどとなっておりますので、給食にかかる経費は総額で約2億4900万円となっており、市の負担は小中学校合わせまして約 68% となることになります。ご存知のとおり、要保護、準要保護の制度で、経済的に苦しい家庭につきましては、保護者負担がゼロとなるように、市から補助を行っているところであり、さらに給食費の一律免除という形にすることについては、今後、少子化対策として、どの程度の効果があるかなどの分析、検討が必要かと思われます。6番。はい、ありがとうございます。市の負担の方が、まあ、60% ありまして、結構たくさん市の、たくさん払っていただいているということもお聞きいたしまして、またそれから内容的にも改善されておりまして、年々良くなっていることも保護者の方にお聞きしております。まあ、極力保護者の方に負担を軽くしてという配慮も伝わってはきたんですけれども、それ以上にですね、まあ、保護者の身になりますと、給食費以外にも修学旅行費用、部活に入りますとまたそこに費用がかかるということで、子どもが3人いると本当に負担になっているという話を、保護者のお母様方によく聞くものですから、こういった質問をさせていただきました。まあ、私の周りでは祖父母が一緒に住んでおりまして、負担をしているかって聞きますと、まあ、結構お互いに別々の家計を持つ家庭が、まあ、私の周りですけども多かったんですね。その60代以上の年代の方々が働き盛りでありました20年ほど前、ちょうど日本全体が落ち込んだ時代という背景がある気がいたします。まあ、給料も下がってくる、賞与がなくなる、まあ挙句に会社が倒産してリストラにあった方もおられました。本当にこんなはずではなかった、蓄えが思っていたよりもできなかったというぼやきをよく聞きました。まあ、だから今の若い夫婦にもっともっと応援してあげたいけどもなかなかできないっていうところも、まあ真実ではないかと思っております。まあ、現在経済もそんなに良くなっておりません。物価は高くなっておりますが、若い夫婦になりますとやはり子どもにかける費用がどうしても家計の、負担になっているのではないかと、私の想像いたしました。まあ、ぜひともたくさんかけてはいるのは分かるんですけれども、また少しでも今後の検討を進めていただければと思っております。
よろしくお願いいたします。次、4番目、小中学生のインターネット依存について。現在、携帯電話やスマートフォンを所持している児童生徒の割合は、全国統計によりますと、小学6年生が約 34%、中学2年生が約 54% だそうです。また、そのうち、特に何もすることがないときに、スマートフォンなどを操作して、ゲームなどしていると答えた子どもは、小学6年生では約半分で 51%、中学2年生では約 77% もあったそうです。ただ、時間つぶしをしているだけでなく、ゲームにのめり込んでしまって、現代の生活に戻れなくなってしまう、インターネット依存になる年齢が、今までは大学生、大人も含め、大学生や高校生に多かったのですが、年々低年齢化が進み、小中学生にも増加の傾向にあるということが分かってきました。全国的な例としますと、自分の意思ではコントロールできない状態になり、親や先生に辞めるように言われても辞められなくなり、もしも学校でいじめとか嫌なことがあると、現実から逃避したい心理状況が働き、ますます閉じこもってしまうようです。そしてインターネット依存から不登校になり、引きこもりになってしまったケースも多々あるようです。そこで、現在、市でもこうしたことが問題になっていないかどうかお伺いいたします。また、このようなことがあった場合の対処法をお聞かせください。梅田教育長。小中学生のインターネット依存に関するご質問にお答えいたします。勝山市では現在のところインターネット依存に陥り生活に支障をきたしている児童生徒はいないというふうに認識しております。勝山市ではすべての小中学校で定期的に生活アンケートを実施し、児童生徒がゲーム機やスマートフォンなどインターネット機器をどの程度利用しているかを常に把握するとともに、その結果を活用して保護者への啓発を行っております。また、アンケート調査に加えて、学校では日頃から積極的な児童生徒の観察や個人面談を行って、生活の乱れやインターネット依存に注意を払って指導をしているところであります。なお、昨年度にはすべての小中学校において、学校保護者の協力の下で、学校スマートルールというインターネット機器の使い方やガイドラインを作成し、保護者と一体となった指導を推進しています。極めて、例えばの話ですけれども、家庭でスマホ、インターネットを使うのは夜何時までとするというふうな、そういった決まりをです、作って、ルールを作ってですね、で保護者の皆さんにも、ご家庭で徹底していただくと、そういった、ルールでございます。ネット機器でございますけれども、これの、特に大きな特徴というのはですね、いわゆる日進月歩といいますか、その機能がですね、どんどんバージョンアップしているということと、それを使いこなすという能力ですけれども、これむしろ大人よりも子どもの方がですね、その習熟度が早いといいますか、そういった一面もございます。従いましてですね、それを指導する教員、これを対象にですね、研修をですね、ずっと行ってきております。近年の状況はどうかとかですね、機能はどうなっているかというふうな、そういったネットモラル研修と称しておりますけれども、教員自身が知識を深める、そしてまたそのスキルアップさせる、そういった研修をやっておりまして、それを受けて、すべての小中学校で道徳とか、あるいは学級活動等の授業を中心にして、インターネットの正しい利用についてですね、発達段階に合わせて学習をしているというのが現状でございます。お尋ねのですね、インターネット依存症に陥ってしまった場合、どうだということですけれども、これについては、完全に抜け出すためには、専門の医療機関による治療が必要であると言われております。従いまして、
そうした事態がですね、を未然に防止するためにもですね、今後さらに、家庭と連携したですね、指導をですね、しっかりと進めていきたいというふうに考えているところでございます。6番。はい、ありがとうございました。今、勝山市では今のところはこうした問題はないということでしたので、安心いたしました。で、学校でも教育をされているということで、保護者も含めて、教育をしているということなので、本当に今のところ、そういう事実が出てこないように祈っていたいと思います。ただ本当にいつの間にかってね、さっき言われたように、いつの間にか知らぬ間に深みにはまってしまうか分からないっていう世界なんですね。本当にスマートフォンをたまたま親から連絡だけしようと迎えに来て連絡するためのスマートフォンとかそんなん買ってもらって、そこにゲームをしだしたところから徐々に入ってくるっていうか、知らぬ間に入ってくるのは怖いというふうに、ね、聞いております。理屈では分かっていても自分の意思でコントロールできないものなんですって。私も実は身近にその知人の中学生男子の息子さんなんですけども、本当に変わった子どもではなく、勉強もまあまあできるし、友達も何人もいるし、反抗期でもまだ彼女の口ってだ感じの子がいたんですけれども、ゲームが強い相手と戦って勝つと点数が高くなってるっていうパソコンのオンラインゲームにはまったんですね。で、寝るのも惜しんでやってたんですと、やってまして、両親が気が付いた時にはもう部屋に閉じこもって学校行かなくなって、で親が怒ってそれを取り上げて本当に壊すぐらいにしたんですけども、そしたら家出してしまいまして、慌てて市内を探したら、実はインターネットカフェのカフェに泊まり込んでてパソコンをしてたっていう、そういう現実にそんなあったんです。もう親も本当に心配して、なかなか本当にその子を普通に戻すまで時間がかかったので、そういったことも聞いておりまして、もし都会の子なんですけども、この辺にもどんどんねそういうの入ってきているので心配をいたしました。早めに周りが気がついてあげるってことが大事なんだなと思いまして、先ほどお聞きしました、学校の観察とか家庭での見守りっていうのは本当に大事なんだと思います。ちょっとの変化でも気をつけていただいて、今のところはねいていただくってことですので、今後もどうぞ見守っていただきたいと思います。ありがとうございます。では、5番目の越前加賀インバウンド推進機構について、先月、あわら市、堺市、永平寺町、石川県加賀市と、当勝山市との五市町と、各市町の観光団体が作る越前加賀インバウンド推進機構が立ち上がりました。インバウンドとは、訪日外国人旅行のことです。そこで、まずなぜ今までの越前加賀宗教文化街道、祈りの道推進協議会として首都圏の観光客をターゲットとしてきた方向性からインバウンド推進の方向に発展となったのか、経緯をお伺いしたいと思います。次に、外国人の利用者を増やすためにまずこれまでに作成したプロモーション映像やパンフレット、ホームページを活用して多言語化を目指すともありましたけれども、日本人向けに作成したものがそのままどの国にも利用できるとして、ただ多言語化だけするのでしょうか、国ごとに合わせた内容の検討はされるのでしょうか。実は外国人観光客は何に期待して日本に来ているのかとした国別の傾向を統計した資料を見つけました。一番多く来日する台湾や中国のアジア圏の人は、日本食を食べたり日本食です、食べ物食べたり、それから日本酒を飲むこと、ショッピング、旅館に泊まる、温泉に入るとか、そういったことがすごく希望として来るわけです。でも、日本の歴史とか伝統文化体験にはあまり興味を持たないという数字が出ています。
しかし米国圏からの観光客の動向を傾向を見ますと、日本食を食べるとかそんなこともないなんですが、ショッピングはあまりなくて、日本の歴史、伝統文化体験や歌舞伎などの舞台鑑賞に高い興味があるという結果が出ていました。これを見ますと、その国の観光客のニーズをつかむことが必須だと考えます。要するに、重点とする対象市場に向けた効果的なプロモーション戦略や実施計画を立てていくことが、今後のインバウンドに結びつくものと思いますが、現時点でどのような検討をされているのか、お伺いいたします。水上商工観光部長。越前加賀インバウンド推進機構についてお答えいたします。平成23年10月に石川県加賀市、福井県勝山市、あわら市、堺市、永平寺町の5つの市町が県境をまたぎ越前加賀宗教文化街道祈りの道推進協議会を設立し、越前加賀地域に息づく宗教文化のコアスポットである名刹やその遺跡をつなぎ、首都圏などの熟年世代をターゲットとする観光誘客事業を展開してまいりました。平成25年度にはプロモーションビデオホワイトヒーリングを制作し、首都圏ケーブルテレビでの放映やホテルニューオータニを会場に旅行事業者向け観光 PR 職談会ふまし国越前加賀フェアを開催いたしました。その結果、呉市町全体といたしましては、北陸新幹線金沢開業効果と相まって、観光入り込み客数や宿泊客数が増加するなど、一定の効果を上げることができたものと考えております。これらの成果を土台に、将来を見据え、さらに発展していくため、越前加賀宗教文化街道祈りの道推進協議会を発展的に解消し、本年5月17日、新たに越前加賀インバウンド推進機構を設立いたしました。今後の事業推進にあたっては、推進協議会で培った成果や、呉市町の個性や特徴を最大限に生かし、宗教文化のみならず、食や温泉、自然の造形美など、越前加賀地域の資源をブラッシュアップするとともに、海外プロモーションや、外国人受け入れ体制の充実を図ってまいりたいと考えております。現時点における検討内容についてお答えいたします。詳細につきましては、これから呉市町において協議することとなりますが、推進機構では、本年度実施する地方創生加速化交付金におけるターゲットとして、香港、台湾、タイの東アジア、東南アジアの3カ国、地域を中心に検討していくこととなっております。地域ごとに食や文化体験などの好みや、旅行での消費傾向に違いがありますので、本年度の交付金事業で十分に対象国、対象地域の観光客のニーズを調査、研究し、この越前加賀の呉市町の特徴を生かしたプロモーションを展開してまいりたいと考えております。さらに、呉市町の中には、あわら市や加賀市のように、有名温泉地として大規模な宿泊施設が立地している市や、当市や永平寺町、堺市のように、県内を代表する観光地が立地しているものの、宿泊施設の少ない自治体に分かれます。それぞれの自治体の状況を踏まえ、それぞれの強みや特徴が生かせるように、これからさらに調整し、連携して成果を目指してまいります。6番。ありがとうございます。こういった活動は、物を作るのと違って、目に見えて分かるものではないので、成果は
とお聞きしてもなかなかねこう手に載せるものじゃないので難しいかなとは思っているんですけれども、本当に先ほどお聞きしましたように北陸新幹線が来てから勝山市への関東圏からのお客様が確実に増えてきていると聞きました。まあ、旅行業者からの問い合わせも多くなったとお聞きしてますのお聞きしたところで、ようやく関東圏の方へ宣伝が来つつあるなと思ってたんですね。そこでこのインバウンドに転換となったのでまだ時期が早いんではないかなと思って、まあ、今お聞きしたんですけれども、それも継続しながら拡充していくとのことでしたので納得いたしました。まあ、昨今国や県の観光への力の入れ方が本当に増してきているように感じます。勝山市も観光の町として生き残っていけるようにこの波に乗らない手はない、乗らない手はないと思います。ぜひこれを元にしてインバウンド観光の町とも導いていただけますよう、まあ、五島町そして各市町の観光団体が協力し合ってこの企画を成功に導いていただきますよう本当に期待いたしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。